今日はワンダフルプリキュアの着せ替えシールトランクで遊んじゃうよ。キュアワンダフルやキュアフレンディーたちの着せ替えシールが4枚、それに塗り絵シールも入ってるみたい。トランクの中身気になる。早速トランクを開けてみましょう。トランクを開けてみるよ。どこから開けるのかな。オープン。中には着せ替えシールが入ってる。どんなシールが入ってるか見ていこう。これはキュアワンダフルの着せ替えシール。わー、かわいい。小麦もいるね。いろんなお洋服に着せ替えできるみたい。その次はキュアフレンディーの着せ替えシールだ。わー、アイドルの衣装もある。普段のお洋服にドッグフードやブラッシングできるブラシ、カバンもあるね。かわいい。次は、あ、キュアニャミーとキュアリリアンだ。二人もお着替えできちゃうんだね。わあ、このお洋服おしゃれだな。プリキュアの衣装の交換とかできたら楽しそう。次のページは、あ、いろんなお洋服があるよ。このお洋服ワンちゃんだ。かわいい。ドレスに獣医さんのお洋服に猫ちゃんのカチューシャとスカート、それから浴衣もある。その次は塗り絵シールだね。塗り絵シールは色を塗ってペタペタ着せ替えできるんだね。わあ、色塗るの楽しそう。これも塗り絵シール。これはドレスが中心かな。パティシエのお洋服もある。かわいい。こっちもいろんなお洋服がある。忍者のお洋服？これは何だろう。もこもこパジャマ。どんな色に塗ろうかな。その次は、わあ、ステージ衣装かな。バレエの衣装にお歌を歌う衣装。これはマジシャンかな。素敵なお洋服がいっぱい。最後はデコレーションシール。キラッキラのシールだね。キュアワンダフルとキュアフレンディ、キュアリリアンとキュアニャミー。わー、全員集合してるシールもある。それからこれは着せ替えシールの上に貼るアクセサリーやリボンかな。とってもかわいい。着せ替えトランクのシールたくさん入ってたね。遊ぶのが楽しみだわ。次回の動画はこのシールで遊んでみるので、みんなぜひチャンネル登録よろしくね。今日はワンダフルプリキュアの着せ替えシールトランクを紹介したよ。かわいいシールがいっぱい。遊んでみたいと思ったらみんなもぜひ買ってみてね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリーよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリー。タッチしていろんな動画を見てみるメリーよ。これからもアソブームよろしくメリー。